皆さんこんにちは。本日というかもう2021年令和3年になってしまいましたね。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組はカウンセラーのルル花子と耳つぼセラピストのゆうりかさん、そしてキャプテンの3人で楽しく行っている番組です。番組の名前は頑張る人応援したいです。今年でもうこの3人で行っているラジオ番組は6年終わって7年目に、まあいろいろなね番組名変わったんですけど、すごいですね、すごい勢いなんですね。7年ですか？6年終わって、あれ違いました、だって FM 看護師さんが5年ですよね。あれ本当に5年だったら失礼いたしました。その回復した次の年の春だから、そんな経ってないんじゃないですか。違ったっけ？あれ4年ぐらい。あら、私どっか斜めが出てくる。どう勘違いしちゃったみたい。癒しマーケットが、あ、そうか、そっちが7年。癒しマーケット7年。なるほど。それで間違えちゃったのかな。大げさな言い方。相変わらずそんなぐらいのね、気持ちで。いやだわ、笑えるんですけれどもね、え新年早々けれども、去年はねコロナでね一色でしたけれども、うん、まあでももう収束をね早くしてくれるっていうことを願ってますが、じゃあところで皆さん、今年のねなんか去年を踏まえながら今年の展望などね、うん、ちょっとお聞きしていきたいなって思ってるんですけれども、はい、どうですかゆうりかさん。そうですね、もう変わらずっていうのがテーマかなっていう、まあ、何が起きても、うん、あの変わらず、うん、変わらない心っていうんですかね、平常心で淡々と過ごしていきたいなって思います。でなんか最近ほら、うん、パワースポットに行ったらしいじゃないですか。どうですかパワースポットは。喫茶パワースポットさんですか。どうですか。あそこは本当にパワースポットですよ。あのね、先月、うん、あの先月ですよね、うん、とオーナーさんがね、うん、あのさ、うん、この番組に出てくれましたけれども、うん、あの本当にね、うん、なんか癒されるし、うんうん、ぜひ行ってみてください。いや行きました。あそっか。合わなかったですよね。合わなかったから身長と違ったんだよね、うん、そうですね、うん、はい、分かりました。いやねえ、なんか結構メニュー多いんですね。すごく多いですよ ね、うん、びっくりしちゃった。私本当にコーヒーしかないのかなぐらいに思ってたんですけど、うん、ねえたくさんのメニュー、特になんかあの白い生姜焼き、そう、うん、あれ有名だとかってね。そうですね、もう通販もやってますからね、うん、そうでしたか。あとね、あの、うん、パンドラっていうお菓子もあるので、はい、それもおすすめ。それやばくない？なんでパンドラの箱を開けちゃったら、ちょっと開けてみてください。不幸がなんかほらなんか蔓延しちゃうの。パンドラの箱って不幸なんですか、開けると。そうでしょ。え、違うの。私はなんか逆に幸福なのかなと思ってました。ただね、私的にはパワースポットさんはね、はい、パワースポットはならないのよ。なんでですか。肉嫌いだから。肉以外のものもあったんじゃないですか。あったっけ。うん、あのね、ホットケーキとかもありました。ホットケーキも好きじゃない。難しいですね。本当にね、もう魚しかね。やっぱり魚ないよね、ちょっとそこまでは分かんないですけど、ね、あそう。じゃあどうですか、キャプテンの宮島さんは。田島だよ。今年もそれで行くんですね。先月、はい、あの健康法聞かれたじゃないですか、はい、それ思い出したんですよ、はい、健康法。今というか、いや、ちょっと、まあ、そう思い出したの。はい、で私ね、もうちょっとした時間の時にロングブレスってやってるんですよ。ロングブレス、うん、3秒で吸って鼻水吐きながらって、いろんな運転しながらというここでやってるんですよ、うんうん、大切ですねそれね、うん、ここにこう、ね、力をね丹田に入れながらね、うん、吐くんですよ。はあ、ちょっとした時間出てくるんですよ。それすごくいいと思います、うん、あの皆さんやったらいいかなって思います、うん、あのマスク生活ですごい呼吸が浅くなってるんですよね、うん、特に。なのであのやっぱり定期的に意識的に深い呼吸をするっていうのはすごくいいことだと思います、うんうん、それとね、もう一つ、実はあの川口が2年連続この、うん、なんで本当に住みやすい町大賞になったじゃないですか。はい、なかなか2年連続ってないんですよね。あ、そうなんですか。うん、だって毎年変わるから。
あ、そういう意味では川口ってすごいんだなと思いましたよね。すごいですよね。あと私的にはね、東川口の方がたくさんなんか住みやすいなって感じてますけどね。あ、そうなんですね、うん、これ多分これね、川口駅の中心だと思うんですよ、周辺。そうですね、川口市民のお友達はみんなやっぱ、あれは駅周辺の話だと、ないかと言ってますけれども、でも私もなんだかんだもう、ね、10年以上住んで、やっぱ住みやすいから、ね、駅周辺じゃないですけれども川口の、だけどもやっぱ住みやすいですね、でね、残念な話ね、はい、実は私はね函館出身なんですよ、はい、でね函館は今ね3年連続ね魅力度ランキングで1位だったんですよ、はい、今年はね2位になっちゃいましたあ、ちょっと力を及ばなかったんじゃないですか、キャプテンさん。1位がね京都を取られちゃいました京都ですか、なんでだろう、それで京都でしょ函館札幌と、でこの3つで変わんないですよ、この3つで1,2,3争って毎年、毎年、だからね、川口は1位だったけど私の、はい、出身の函館は2位になっちゃったという話です、でもトップ3に入ってますからね、どちらにしてもね、いいですね、私の実家の草加なんてね、ないでしょ、言われたことないでしょでもね埼玉県っていうとね、うん、私、うん、北海道から人間するとね、何イメージだったら草加せんべいしかないなってイメージだった、あ、なるほど、本当にありがたいですね、あと何イメージだったら何あるんだっていうのがあって、なんかあった、そう埼玉県でなんかそうパッと浮かぶなんて草加せんべいだよね、それしかないんだよね本当ありがたいね、食べ物草加せんべいですね。なんで川口駅の太郎焼きじゃないの？大梅焼き。そんな知らない誰も。知らない。かなりニッチですね。あ、そう。太郎焼きっていうの、もう今川焼きでしょと思ってたから。そうそうそう。で川口では太郎焼きって言うんですよね。はい、そうなんですね。ね、あれ昔からっていうかありましたんで、ね、すごい、ね、やっぱり草加に住んでても食べたいっていう。そうですね、ものでございましたよ、いやそう思ったらね、なんで川口、まあやっぱりいいんでしょうね、いい町なんでしょうね、あ、でも住みやすいですよね、実際、はい、どうですか宮島さん、田島だよ、あ、そう、失礼しました、はい、何か間違えた、何が、何が、え、だから川口、やっぱり2年連続のリーグ、理由ね、やっぱりほら東京近いからじゃないですか、あ、そっちですか、やっぱだって荒川1本超えただけで全部値段も違うじゃないですか、マンションとか駐車も全部、だからそれだけの話じゃないですか、でもね、実際住んでみて住みやすいのは東川口ですね、欅通り、じゃ川口市全体ってことでいいじゃないですか、ね、いや素敵なところだっていうね、川口さんがね、ルルハナコさんはどうなんですか、ルルハナコ、そう今年、川口、いや川口は今年の展望ですか、はい、そりゃね、去年コロナでなんかあまりなんていうの、出張行けなかったんですよ、行きたい函館もなかなか の、はい、割合で行けないし、ってことは今年はその自粛ムードを突破したいみたいな、なんていうのかな、やはり羽ばたきたいっていう感じですか、そんな感じ、だって大好きな電車の SL も乗れないって感じだったから、今年こそ乗ってやるぞみたいな、いいですね、そんな乗りかなって思ってますけどね、ルルさん、花子先生、はい、改めましてどうなんでしょう、念願のオリジナルタロットカードが出来上がりましたよね、はい、え、なんで知ってんの見かけましたよ、見かけたの、はい、そうなんだ、おめでとうございます、ありがとうございます、オリジナルってね、ね、いろんな思いがあったと思うんですけれども、はい、ね、もう何年か前から計画してたんですか、いや、3日前からですすごい、3日で出来上がる3日で出来上がる、なんじゃないですよね、いや、もうなんか私っていうよりも、キャプテンさんの思いの方が強くって、オリジナル、まあ、そのほら、ほら似顔絵のアミスさんでじゃないですか、はい、あの方が入って、あのおじさんが入ってくれたおかげで、はい、色相談できて完成したっていう話ですよね、でもその辺の話もね、はい、今度じっくり、
この番組でお聞きしたいなっていうふうに思います。それはちょっと難しいですね。そうですか。だってね、24時間ぐらいかかっちゃうと思うよ。話しすると。ねえ、もうタロットの歴はすごく長いっていうふうにお聞きしてるんですけれどもね。ね、また今度その辺をじっくりお聞きしたいと思います。どうしましょう。約40年以上やってるからね。何歳だって感じになっちゃいますよね、私が。80歳でしょ。80までは行ってない。函館出張くとね、70のおばあさんに、それよりおばあさんだと思われちゃうんだって。どういうことですか？手荷物持ちましょうかって言って言われちゃうんだって。おばあさんに、おばあさん言っちゃうんだよ。函館のおばあ様はね、お元気なんですね。よくわかんない。連続で3回言われたからね。あ、3回別の人ですよね、それぞれ。もちろんです。連続3回っていうのはね、今までね、ないですよね。雪の日とかだったんですか？雪の日でも あったし、普通の時でも、なんか、そうやって声かけられて、荷物、なんか手伝いたくなっちゃうみたい、函館の人が。だから歩き方がたどたどしかったんじゃないですか、ね、足の悪いのもあるし。荷物もね、多くて大変そうだったのか。だからおばあさんなのに、気を使われちゃうみたいなね。そうなの。いや、80じゃないですよ、まだ。75か。そこもちょっと違うんじゃないかなって思うけれども。まあでもほらね、サイボーグになったけど、左足は、はい。でもその後すごい元気になっちゃったから。そうですよね。去年はね、そういうことも。はい。あって、新しい足と一緒に、そうなんですよ、今年はね、生きていくということですね、だからそういった面ではいろいろとまた新しいこともね取り入れながら、そうですね、今年はやっていきたい、ね、そのルルタロット、はい、オリジナルタロットカードもね、はい、どんどん今年は広まっていくんじゃないかなっていうふうに思いますしね、そうしていただけるとね、私も嬉しいなって思いますけどね、なんだかね、そのカードのことをね、ユーリカさんに言われると思わなかったからちょっとびっくりしました、あ、本当ですか、はい、もうぜひぜひと思ってましたよ、ぜひぜひ、本当に特番組むぐらいな意味で、特番組めないごめんなさい、全く組めないわ。だから思わぬ言葉が来ちゃったから、何話そうと思っていたらこう全部飛んじゃって、あれ何話すんだっけ、もう忘れちゃいました。え、そんななんか話そうと思ったことあったんですか？あったんです、なんかあったんですよ。そうなんですね、じゃあまた来月でいいじゃないですか。来月、先月の健康法、今月の話しよう、はい、わかりました。じゃあそうしましょうか、忍びで行くんでしょう、やっぱりね。そうですね、今年もね、はい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 って、まだ話足りない人がいたら、いや、もう時間ですから。あ、そうだったんですね、はい、あらあらあら、まあね、こんな感じで今年も楽しく、はい、盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。